これがキンポップですよ。かっこ興奮気味。はい。はい、どうも俺です。ということで、今回もガンプラ超適当レビューということで、今回作ったのはこれですね。HG のゲルググマリーネ1000円です。はい。これは中古ショップで売ってましたね。1000円だったんで、ナイスってところですね。はい。というわけで今回はこれを作ったわけなんですけども、まずはね、チャンネル登録してくれた人がいましてですね、はい、大変ありがとうございますということで、チャンネル登録者がちょっと増えた中でこのガンプラ超適当レビューを撮るのはちょっとあれなんだけどね、まあ多分この動画見て、さぞかしがっかりすることでしょうっていう感じでございます。はい、なんで、まあ残念な思いさせちゃったらごめんなさいって感じですね。はい、まあこれを作りましたね。ゲルググのマリーネですね。これは知んなかったんだけど、まあ HG の結構古い方なのかな。はい、てな感じで、これを作りました。まあこういったの左腕につけてるなんかスパイク的なあれが特徴かなっていう感じですかね。はい、でこんな感じで完成で、まあ作るのはね多分1時間半あればできっかな。はい、まあ、パーツも少なかったしね。で、墨入れしてちょっとシール適当にベタベタ貼って、艶消し拭いて終わりにしましたね。はい、部分塗装もちょこっとやったけど、はい、でまあこんな感じで可動はねさすがに古くてね、あった首とかも全然上下しないし、で腕の関節とかもちょっとガバガバでね、ゆるゆるでちょっとあんまり下がっちゃうんだけど、まあ見た目はねまあかっこいいですね。すげえかっこいい。これは俺は好きだな。この色の感じもカラーリングも好きっていうか、はい、っていうような感じでございます。はい、でまあこのキットに関してはねそんなに喋ることもないんで、まあ違うこと喋っちゃうかななんて思ってんだけど、はい、で今日は木曜日で、まあ俺ん家の方は雪じゃなくてほぼほぼ雨で、まあ積もることはねえかなって感じですかね。はい、まあ大雪警報出てっけど、はい、あ出てっかな、まあ出てっか忘れちゃったけど、はい、んな感じで、まあまた山の中に来てね、車止めて真っ暗な中でこのアフレコ撮ってっからおっかねえんだけど、まあ、さっさと撮って家帰りてって感じなんだけど、はい、まあね、まあコロナの話しちゃうと暗くなっちゃうんだけど、まあまた増えてきて、まあ俺の周りでも濃厚接触者とか、そういうのがねちょくちょく出てきて、だんだん俺のところにも、コロナが近づいてきたって感じですかね。今日も会社でちょっとね、コロナにかかったっていう人がまた出ましてですね、まあ、ほんとなんか近づいてきてんなって感じでちょっとおっかねえんだけど、はい、まあそんな中ね、まあ頑張ってかかんねえようにしなくちゃなんねえんだけど、まあすると会社休まなくちゃなんないからね、それが嫌なんだよな。行きたくねえけど、会社行きたくねえけど休みたくはないっていうこの気持ち分かる人いるかな。はい、なんか行きたくはねえけど俺休みたくはねえんだよな。はい、まあそういうわけで、まあ皆さんもねコロナまだまだ続くと思うんで気をつけていただきたいなとは思っています。はい、というわけで、まあそんな感じですかね。はい、まあ何回も言うけど、まあ今年もガンダムベースポケモンセンター秋葉ぶらり途中下車の旅はできねえかなって感じかな。コロナなんなんだよ、めんどくせえ。はい、というわけで今回は HG の、ゲルググマリーネ、これを作ってみた動画ですね。はい、というわけで、最後にね、まあ小屋っきーチャンネルの真似をすると、この動画がね、高評価5いったら、なんか違う宇宙の話でも乗っけてまたこの動画
アップロードしちゃおうかなと思っております。多分行かねえけどね、はい、一応言っときます。というわけでどうも俺でございました。またね。ミスだったでもナイス。はい、ということでこの動画は多分視聴回数20回ぐらいだと思うけど、高評価5いけば俺の大好きな宇宙の話でもしちゃうからなって思っております。というわけでどうも俺でございました。またね。